よくわかんないけど、まあ、達成できたのでいいでしょう。で、また過去のステージだ。あ、スップ行っちゃった。ここなんだっけ？思い出せない。ちょっととりあえず過去の女の子の動き見るか。なんかロボが一人ずつ部屋から出ていくやつだ。なるほどね。とりあえずここにいてはいけないから、このキラキラ、あれ？女の子、過去の女の子、キラキラ使うっけ、これ。とりあえず取っとく？ とりあえず取って様子見よっか。あ、で、こっち来ちゃうから、こっち行く？バレるじゃん。え、取ったら、こっち行ってもバレるよね。このロボが戻ってきた時に、バレる。このロボがこっちの部屋入ったら、こっち移動する？バレたわ。ここ？こっちの方。あ、うん。あ、閉まっちゃう。これ開けるの？あ、そっか、でも女の子が結局ここ開けるから、それまで隠密すればいいのか。じゃあこっち隠れて、来るじゃん。で、接触しない程度に。ダメだな、来るわ。うん、うまく隠れられた。そういう感じ。これさ、ここまで来たらこっち通れない？この女の子の視界に入るだけでダメなんだ。へえ。こう来たらこっちだな。ここ。じゃあこっち行って、大胆にもここで隠れといて、あとは？案外バレない。案外バレない。バレずに行けたので、じゃあこっち来て、あとは出ると。ロボと女の子に見つかんないように。レリック光ってる。やったー。キラキラ使わなかったからかな。じゃあ再現。これはただひたすらロボと女の子から隠れるだけですね。キラキラ撮ったけど使わなかったですね。女の子にくっついちゃうとね、なんかジジーってエラーみたいになっちゃうんで、女の子にはくっつけないと。もうあとずっとここで身を隠してるっていうね。ここにいたロボットとか気づきそうなもんだけど、気づかないもんなんですね。で、あとは過去の女の子が扉開けてくれるので出ると。はい、レリック達成。前兆を感じて、それに従うようにする。殺せなかった。ま、キラキラ撮ったけど殺さずにできましたね。まだまだあるな。あれ？なんだっけこのステージ。いつだ？このなんか木があったのは覚えてるけど、どんなステージだったっけ？ロボが2体いて？はあ。じゃ、ひたすら過去の動きを見て、おかしいを直す。え、これ女の子何やってんの？え？殴られてるけど。あれ？なんで殴られてんの？とりあえず、多分このロボット2人ともこっち行ってから、今の女の子は動き出せばいいって感じかな。この
扉を開けたりするのかな。とりあえず開けて。いや、猫ちゃんみたいににゃーが使えるわけじゃないからな。これどうすればいいんだろう。これほっとくとさ、女の子が見つかっちゃうんだよね。あ、そっか、猫ちゃんに接触してこのロボットの注意を引けばいいってことか。わかったわかった。猫ちゃん出てこない。あ、気づいた。で、あ、ダメか。ここに待機しとけばすぐ鳴く。で、こう来るんだよね、きっと。あ、これいけたんじゃない。で、今の女の子出れる。あれ、これどういう動きしてたんだっけ。できたけどここで見つかるわけないもんね、過去にクリアしてるんだから。ニャーを自分で鳴らしてたのかな、過去。一回隠れる必要ある、これ。隠れて、あ隠れて、で、ロボットがこっち来た。なるほどね。このタイミングで猫ちゃんが出てくれるから、猫ちゃんを探しにロボットが戻るんだ。ちょっと覚えてないな。とりあえず再現。これは簡単だったな。ロボット2体が女の子いる方に来てるけど、とりあえずこの2体がこっち側行くのを待ってから、今の女の子はこの青白のボタンを押すと、で、ここから猫ちゃんが出てくるから、ここで待機今の動きいらなかったなここで待機してなきゃいけなかったんですね。で、にゃー下からロボットがこっちにおびき寄せられたと。過去では猫ちゃんが自発的ににゃーしてたのかな。そういう動きだよね、多分。で、特にレリックはなかったな。あ、この謎の記号の部屋では、あ、違う。え、これなんだろう。結局猫ちゃんは何だったんだろうな。これ大きい扉じゃん。猫ちゃんの扉だ。え、本当は猫ちゃんはいなくて、女の子を脱出するためになんか導いてくれた精霊かなんかみたいな感じなの。へー、どういうことだろう。これチャプター5の最終ステージってことかな。なんかもうすでに扉がいっぱいあるんですけど、自信ないな、うまくできる。あ、でもまだムービー続いてる。あれ、もうゴールじゃん。あれ、ここなんか最初の方のステージなのかな。猫ちゃんと出会ったとこじゃない。ここで猫ちゃんに出会ったんじゃなかったっけ。ねえ、猫ちゃん弱っちゃってる感じなのかな。あ、なんか扉出てきた。なんで
ういうこと？え？そもそも猫ちゃんなんていなかったってこと？そりゃうなだれますよ。え？何？あ、再生しろって？再生。あ、え？最初に戻りました。あ、これ一番最初から再生してるってこと？ここチャプター1の扉ですよね。で、戻ってきた。で、鳥かごを捧げて、これ何なんだろうな。祭壇って言っちゃったけど祭壇みたいなとこに捧げて、で、時間が進むんですよね。え、あ、エンディングみたいですこれエンディングだよね。え、どういうこと？結局猫ちゃんはいなかったのかな。女の子がここから脱出するために見えてた幻みたいなものなのでしょうか。で、チャプター2で猫ちゃんと会って、これなんだろう、ランプみたいなやつかな、を捧げて時間が進んだと。で、結局あの各扉の最終ステージの前にある謎の記号がいっぱいあったところ、あれの意味とかも全然分かんなかったな。今から分かるって感じじゃないもんね。あー、ここね、猫ちゃんとさ無事に帰ってこれてさ、ハッピーエンドになると思ったんだけどな。この各チャプターの扉にも意味があるのかな。あと、こういう南京錠と鍵とか意味あるのかな。どうなんだろう、私の察する能力がなさすぎるせいなのかな。で、チャプター3クリア。これも、この記号もなんか意味があるのだろうか。やっぱ言葉がないゲームだから、もう見たビジュアルで感じ取らなきゃいけないんですもんね。なんかこの扉だけ電車の扉っぽいな。で、チャプター4も猫ちゃんと帰ってこれたと思ったのに。で、ここで自由になったと思ったのに。で、結局この世界が何だったのかとか、最終的に女の子は元の世界に戻れたのかとか、結局わかんないままなのかな。で、猫ちゃんが消えちゃって、チャプター5クリアして、猫ちゃんを抱っこして戻ってきたけど、猫ちゃんも消えちゃった。いや、猫ちゃんの実態は最初からなかった説を押さないと悲しすぎるよな、これ。で、最後猫ちゃんがかけらになって、時計の時間のとこが全部光ったけど、
からどうなるんだろう。え、時計、時計も消えちゃう感じ。え、何、能力使えって、これ何、あ、能力使うんだここで。え、これ戻すの。あ、戻してる。時間を戻したのか。で、もう一回キラキラ取らずに能力使ってるよ女の子。あ、これ時間戻して猫ちゃん元に戻すんじゃないっていうことでは。頑張れ頑張れ。あとちょっとじゃない、まだまだか。頑張れ。え、結局女の子はここに来て、あのキラキラなくとも時間を操れるようになっちゃったの。倒れちゃったよ女の子。いやー戻せなかったか。え、女の子力尽きてない。あ、向こうにゴールあるじゃん。え、これが外の世界への出口ってこと。あー時間戻したかったけどダメだったってことだよね。せっかく猫ちゃんが出口まで導いてくれたんだから行くしかないんじゃないこれは。悲しいけど。前に進むしかないと思いますけどね。なんでこの世界に来たんとか最後まで分かんなかったな。歩くの遅いね。まあ道壊れたりしたら大変だもんね。で一人で出口に向かうんだ。これ扉の外は元の女の子がいた世界になってんのかな。ちゃんと ここはどこ、自分の家。なんかこの作りがもうこの扉の感じが、え、誰、え、今実績のロックで永遠のない最後って書いてたけど、え、ループものとかだったりする。違う施設にまた来てそっから脱出しなきゃいけないみたいな。それとも、もともとさっきいた施設にいて、女の子はずっと夢を見てたって感じなのかな。へえ、いや考えさせられるな。いろいろ想像させるゲームですね。いや、いろいろ想像させるゲームだけどさ、言葉が全くないから。いや、これは本当に、なんだろうな、思考能力が高い人とかじゃないと、あれだろうな、考察が回んないんだろうな。私みたいなちょっとおバカさんには難しいゲームだったかもしれないな。ってことでこれタイムラインクリアってことですよね。はー、まあ、なんとかクリアしましたけど、レリック結局多分半分もクリアしてないんじゃないかな。レリック集めたらなんだろう、真のエンディングみたいなのがあったりするのかな。今のはノーマルエンドで
レリック集めることでトゥルーエンドが見れるっていう感じなのかな。どうなんだろう。結構軽い気持ちで始めてみたけど、いやーすごい頭使ったな。なんか普段こういうパズルゲームって全くやらなくて、ない頭を一生懸命使って考えたんですけど、ちょっとストーリーの背景が読み取れなかったな。まあ、文字とか登場しないんで、プレイヤーにいろんなことを想像させるように作ったのかなってことなんですかね。 Thank you for playing. ありがとうございます。こちらこそ。いやでもパズル自体はすごい楽しかっただけどな、レリックがな全然集まってないですね。あと6つか。これレリックを集めて、あ、ここに戻ってきたんだ。これレリック集めろってことですよね、きっと。タイムライン、このタイムラインって、このタイムラインにも読めますよね、このロゴ。ここが線入ってるからうっすら N になってるようにも見える。このライって嘘とか偽りとかそういう意味だろうから、時間を偽るタイムラインと時系列的なタイムラインをかけてたりするのかな。レリックは？まあ半分ちょいって感じですよね。後半頑張ったけど、前半多分レリックがあるっていうこともあんまりなんか理解せずにポン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 進めてたから、ちょっとレリック集めてなんかエンディングとか変わるか見てみようかなと思います。一旦今回はここで終わろうかな。ご視聴いただきありがとうございました。